創立者溝の口梅太郎先生創立当時の福岡高等商業学校溝の口梅太郎は日本の教育者福岡高等商業学校創立者福岡大学理事長経済学を志し福岡の西南学院高等学部商科の設置と同時に入学卒業後は九州帝国大学法文学部で研修の後昭和3年には 母校の教授に招聘され、会計学、保険論を講じていた。1932年頃の日本は、世界恐慌の影響下にあって、企業倒産、失業者は増大し、不況は頂点に達していた。日本はその頃、万毛政策を推進していた時代で、外地で活躍する学問と実践力を兼ね備えた、有能な実業人の養成というプラグマティズムの、 教育理念を理想とし、福岡に高等商業学校を創立することを計画した。1933年に至り、溝口は、西南学院高等学部を退職し、財界人、市当局に、学校設立の重要性を力説して回ったが、予算不足を理由に一生に付された。意を決した溝の口は資材を投げ打って、1934年に、 全くの独力で、福岡高等商業学校を創立2万7千坪の校地を寄付し、校舎を完成させ、理事長に就任した。創立当初は、校舎も粗末で設備も不十分であったが、溝口個人の借入金で建設されたため、借金は一手に引き受けざるを得ないことになった。1938年には、満州国で事業を起こし、 そこから得た利益で10年間にわたり、借金を返済し続けた。溝の大不況下にあって、誰からも、資金的援助も受けず、信念を貫き通した。福岡大学校内にある溝の口の共造碑文に、刻まれた、積極、新種、開発の見学精神は、その心情である。柴田藩十万国の藩主溝の口家の流れであるノート。 社会的貢献を評価され、浄土宗も富山千温院より、自徳因伝人誉れにょく梅林大古寺の開名を賜っている。福岡高等商業学校創立当時の本校学生と木炭バス8世紀、聖武天皇時代に渡来した聖賀商人は、油山に茂る、椿の実から油を絞って唐花に使うことを人々に教えた。これが、 油山の地名の由来と言われる。油山には、比叡山延暦寺の分院があったとされる。12世紀、この地には304の僧帽があり、九州第一の学問の道場であった。筑前出身の鎮税商人は、比叡山で、修学の後、30歳の若さで、油山僧帽の学頭になった。聖地油山のふもとにある七熊こそ、学問にふさわしい地であった。 油山の裾野に広がる多くの池と、その池を囲む、丘陵地は、三死水名の継承地であり、勉学にいそしむには、最良の自然環境が整った地であった。学校設置基準として、水質は重要である。この七熊丘陵地の地下岩盤は、河口岩質に覆われ、湧き水は最も良い水質の名水と言われていた。 学校設立に反対する何者かにより土水に農薬等が投げ込まれたこともあったが、再度掘り直し、村の人たちによる昼夜の見張り学校を奏し無事、水質検査を終えたという話が伝えられている。文部省の私立高等商業学校の認可条件は、長崎高等商業学校や山口高等商業学校のような管理高等商業学校の 設置基準と同様の教育施設とカリキュラム、そして教授陣営を開校までに揃えなければならないという厳しいものであった。そのため、他の塾や専門学校のように小規模のものから出発することができず、文部省の条件を満たすには初期費用がかさむ結果となった。その一方で、私立とはいえ福岡に初めて高等商業学校が設置されたので、 管理の長崎交渉や山口交渉まで行かなくても、地元の交渉に行けるようになった。このため、福岡県中学周遊館や福岡県福岡、中学校等、地元の中学校からも受験生が殺到して狭き、門となり、競争率は10倍にも達した。溝野口家の家門五回美試験学生神は、積極、開発、新種である。ギリシャ神話で、 剣羽ばたく翼と杖を持った神、マーキュリーは商業の神とされている。自ら進んで物事をなす、この見学精神をもって世界に天正期有費してほしいという願いから、マーキュリーと溝口家の家紋、溝の唇を組み合わせず安価、交渉とした。ありがとうございます。